皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。今村レオです。今日は荒川の干潟を紹介するというお話。なんで森本レオなのかと質問来てた。え、似てない？似てるでしょ。機関車トーマス、意外と似てる。荒川のトーマス、ちょっと何言ってるかわからない。荒川の飛びハゼ。ここは消波ブロックに囲まれた場所。潮が引くと泥干潟が現れます。なんだかぴょん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 跳ねてる魚がいます。これは飛びハゼですね。魚なのに半身浴がお好き、そして目つきが悪い。アップで見ると本当に顔が怖い。ちなみに食べると荒川の味を堪能することができます。でもおすすめはしません。食べたことないけど多分そう。背びれを広げて自らを PR。 オスがメスを追いかけています。穴から勢いよく出てきた飛びハゼ。おっと、伸びすぎたサラリーマンみたいに口から何かを吐き出しました。実はこれ、オスがお嫁さんを迎え入れるために巣穴を整備しているんですね。決してゲロではない。それでは早速捕まえていきましょう。素早い動きには敏感なトビハゼも、実はゆっくりと迫ってこられると気がつかない。うん、自分でたまに入ってきたね。なんでやねん。これはおそらくオスのトビハゼです。婚姻色といって繁殖シーズンはピンク色になります。でも荒川ではピンク色になった個体は見たことがない。ではここで一句。荒川でいつか見たいなピンクハゼ。レオ心の川柳。ちなみに左側にいる小さな魚はアベハゼ。こちらは東京都の準絶滅危惧種に指定されている。開発によって干潟が減少している都内では多くの干潟生物がとても貴重。トビハゼを追いかけていると、そこには違う生き物が。トビハゼミーツヤマトオサガニ。ヤマトオサガニは泥干潟に住んでいる。この個体はハサミが小さく短いことからきっとメス。潜望鏡のような目が特徴的。でもこのヤマトオサガニ、かわいそうなことにトビハゼに巣を横取りされることもある。ヤマトオサガニに近づくトビハゼ、近づくトビハゼに蹴りを一発。寄るんじゃねえ。干潟でよく見る光景です。これは黒弁慶狩り。荒川の下流域では最もよく見られる種類だ。これ食べたけど、足はいけるけど体はめちゃまずい。本当に美味しくない。じゃあ行ってみたいと思います。ちっちゃくない？若干のカニ味噌の味がするけど、あ、苦い、ちょっと苦いやっぱり。頑張れば食える。頑張れば食べられる。今回撮影できなかった生き物たち、弁慶ガニ、オオヨシキリ、ボラ、赤手ガニ、こんなにいろいろな生き物たちが住んでいる場所が東京にもあるよね。荒川河口にはヨシがたくさん生えている。関西ではアシとも言われる、いわゆるヨシアシだ。ヨシは生き物たちのお家にもなっている。でも生えすぎるといなくなる生き物もいる。やっぱりバランスが大切。残念ながら干潟の至る所にゴミが落ちている。レジ袋が干潟を覆ってしまうとトビハゼは巣穴を掘れなくなってしまう。カニももちろん巣穴を掘れない。荒川クリーンエアドでゴミを拾うことで
干潟生態系全体を守ることができる。干潟、この環境も結構大切だよね。海だけじゃなくて干潟も守っていこう。先ほど捕まえたハゼたちは私が愛を込めて逃がしました。それではさよなら、さよなら、さよなら。